宮1979年7月26日台は、日本のロックバンド、ムックのギタリスト、音楽プロデューサー、DJ。茨城県石岡市出身、愛称はぐっちゃ、など、音楽に興味を持ったきっかけは、井上陽水の人生が二度あればを聞いてから。ギターは、中学の頃から弾き始め、最初にコピーしたのは、X のくれないだった。 高校に進学後、バンドを組んで、ライブ活動なども行っていたが、その中で達郎が組んでいたバンドと対バンを行い、その打ち上げで、意気投合し、ムックを結成。以降はリーダーを務める。前任ベーシスト、ヒロの脱退後、幼馴染だったユッケを引き入れ、現在の形となる。ミュージシャンとしての傍ら、プロデューサーとして、後輩バンドを支援したりしている。ムックでは、 多くの楽曲の作詞、作曲を手掛け、すべてミヤがプロデュースを担当している。近年では、DJ 活動にも力を入れ、1979名義でのクラブイベントプロデュースや、矢口正哲名義でウェアハウス702のイベントにも、レギュラーで参加している。使用ギターは、初期は、ギブソンのレスポール、フェンダーのストラトキャスターが多い。ホリゾントでは、 ギブソンの ES-335 を使用。アルバム、心差し音以降は、ドラゴンフライやブライアン・ムーアのオーダーメイドの7、弦モデルを主に使用していたが、アルバム、球体リリース以降は、ユッケと共に、スギを導入。現在は6弦のスギと7弦ギターをメインに使用している。また、ディーンのマイケル・シェンカーモデルのフライング V なども使用している。 プレイスタイルとしては、カッティングやアルペジオを多用し、ギターソロを弾くことは、あまりない。本人曰く、ソロというより感想として考えて、曲を作っているとのこと。しかし、ラルクアンシエルの件にもっとソロを弾けばいいのにと進言されてからはソロを取り入れることが多くなった。自らを、即弾きが弾けない、ギタリストと称し、X のクレナイア、ブルーブラッドの、 ギターソロが弾けずに挫折したという経験がある。作曲やライブ時においてはフィーリングを重視するタイプで、例えばデモ音源作成時に弾いたフレーズを本録の前にもう一度確認しながら弾きながら取ることも珍しくないという。ギターの師匠はキャリガリの桜やおで、現在もこういう関係にある。ありがとうございます。